バディベールは、インドのタミル語映画で活動する俳優、コメディアン、プレイバックシンガー。バイガイプイアルの愛称で知られており、この愛称は、故郷マドライのバイハイ側に由来する。1960年10月10日に、ナタラージャンとサロージニの息子として生まれる。バディベールは、教育を受けず父のガラス化工業を手伝い、父の死後も、兄弟と共に事業を続けた。手が空いた時に、 地元の劇団に参加し、主にコメディリリーフの役柄を演じていた。バディベールは、花嫁に会うために乗り込んだチェンナイ行きの列車の中で、ラージ・キランと出会った。ラージ・キランは、バディベールとの会話が面白かったため興味を抱き、主演作、エンラ・サビナ・メナザルに出演させるように監督のカストリ、ラージャに依頼し、早くとして出演した。同作では、ガウンダマに、 センディルの相棒役を演じ、1994年に公開されたシャンカールのカダリンに出演して知名度を上げた。ただし、公開時期の関係で、彼のデビュー作は1988年に公開されたティー・ラジェンダルのエンタンガイ・カリアーニとなっている。知名度を上げたバディベールは、バーラティ・カンナンマ、フレンズ、ベットリー・コディ・カッツ、ウィナー、ギリ、ター・ライノグラム、 マルーダーマライ、チャンドラムキオドル、アメリカ帰りのゴーストバスターなどに出演した。2006年公開のインサイ・アラサン・ニサード・プレキシーでは、主演に起用され、双子の兄弟役を演じた。2008年公開のエンディア・ロ・ハジル・ NA ・アゾガップンデが2度目の主演作となった。主役への起用が減少したバディベールは、再び女演男優、コメディアンとして映画に出演するようになった。 2016年公開のフコッティ3代でビシャールと共演し、2017年にはピーバースのシバリンガに出演した。同年にマジックでビジャイと共演した。同作は工業的な成功を収め、ニューインディアンエクスプレスはバディベールの素晴らしいカムバックになったと述べ、彼のコメディ演技は微妙であるが、それでも十分であると批評している。 インサイ・アラサン・ニサード・プレキシーの続編、インサイ・アラサン・ニホース・プレキシーに起用されたが、自身が推薦する衣装デザイナーを採用するように迫ったことで、監督のチンブデベンと対立し、出演を含む一切の協力を拒否した。バディベールの態度に不満を抱いたシャンカールとアディラージャース・バースカランは、訴訟を起こし、同時期に、ニーヤム・ナナム・ナダボーラ・ペウムの RK もバディベールが、 出演契約を結んでいながら、撮影に参加しなかったため訴訟を起こし、さらに彼らは、バディベールの問題行動に関する報告を受けた、タミル映画制作者協議会とナディガルサンガムが、バディベールに対して、説明を求める事態に発展した。バディベールは、インサイ・アラサニホース・プレキッシーの問題について、撮影への参加、または、損害保証金9000万ルーピーの支払いを、 求められるが両方とも拒否しており、これに対してタミル映画制作者協議会は彼をブラックリストに登録し、さらに協議会に加盟する映画制作者に対して、バディベールを今後映画に起用しないように求める通知を出した。2008年9月21日、チェン内の自宅がギャングの一団に襲撃され、窓ガラスと家具が破損する被害を受けた。バディベールは襲撃を指示したのは、 俳優、政治家のビジャヤカーントだと疑った。彼とはトラブルを起こして裁判中だったため、裁判所への出廷を妨害するための襲撃だったと主張している。襲撃事件後、バディベールはビジャヤカーントを殺人未遂で訴え、タミル・ナード州議会選挙の際には彼と対決することを明言した。これに対し、ビジャヤカーントは、 翌22日に会見を開き、バディベールの主張は、客観的証拠のない伝文に過ぎないと反論している。2011年、タミル・ナード衆議会選挙が実施されると、バディベールは、ドラービダ・シンポ島に対する支援キャンペーンを展開した。彼は演説の中で全インドアンナードラービダ、シンポ島と連合するビジャヤカンドのドラービダ、復興シンポ島,島を批判し、 ティルバールールールで開かれた演説会の中で、私の望みは、ビジャヤアカーントの一党を一掃し、ドラビダ・シンポ島を勝利に導くことですと演説した。最終的に選挙は全員のアンナードラビダ・シンポ島が勝利し、ビジャヤアカーントも選挙区で対象している。ありがとうございます。